はい、ひとつきまんさ清水です。本日はですね日本維新の会こちらがですねもう虫の域であるとで、それは何でなのかというとこの万博ねこの万博問題こちらにですねギヤーって食いつかれてるわけなんですよねで、えーまあ、前回もですね箕面市の選挙で、まあ、負けたりとかですね政党支持率も NHK で見ると半分ぐらいにまで低下をしていってもうボロボロであるとで、さらにですねやはり溺れた犬をたたけと言わんばかりにですね 例えばこんな感じの記事があいらに出ておりますピークは1年前か維新大阪でも人気急落で市長選完敗兵庫の斉藤知事なんとかしろというような感じでですねいや素晴らしいですねいや本当に素晴らしいもうこういう斉藤知事の問題とかねあと万博の問題とかいろんなことがあって維新がまあ崩壊していくんですけどまあ今日はなんでそんなに維新って地元でね大阪で人気がないのかっていうところともうマジでヤバいんだよっていうところをねちょっと解説を していきたいなというふうに思っています。えー、本間さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、例えばですね、まあ、東京オリンピックという大規模イベントがあったわけですよ。東京オリンピックというね。これは、あの、万博の脈々ですけど。で、東京オリンピックを開催すると。で、それで人手が足りなくなるから。電車とかバスが。廃線になりますと。まあ、例えば、東京だったら、西東京市とか。多摩の方面の。 バス路線が「おま送お国のための大規模イベントのためやからそんなところで働いてんとこっち来い!」っていうふうにこう言われたりあるいは小田急バスとか、まあ、東京だ関東の東京の方だとね小田急電鉄の小田急バスとか、まあ、あるいは東急が運営してるバスとか、まあ、あるいは北の方になると西武沿線の西武バスとかそういうのやっぱ生活に根ざしてるじゃないですかでそういうのが「いやもうお国のために足らないんで徴収します廃止です歩けお前ら!」 みたたいな感じになったらです、ね、切れるでしょそれがですね実際に起きてるんです例えばこの京阪バスが交野市の路線を廃止代替検討も運転士不足万博が足かせあまりに理不尽というふうになっていてこの大阪の交野市のですね市長というのはもともと維新だったんだけども、えー、維新を離島してからですね、まあ、頑張っていらっしゃるわけなんですよね。で ただまああのなんか小学生か中学生に同活ラインを送ったりとかまあなかなかやばいあの市長ではあるんですけどもまあ多分心を入れ替えて維新という呪いから放たれてからまあ片野市の市長をやっているんですけどもなんとこの片野市京阪バスが廃線になるとでこれあの京阪バスって何なのかっていうとあのまあこれがね京阪バスなんですけども京都の京都 えー、大阪の藩、京都と大阪を結んでる京阪というですね、まあ、そういう会社があるんですよね。ほらあの、東横線とかさ、言うじゃないですか、東京と横浜を結んでるみたいな、ああいう会社があって、ですね、うん、この京阪と京阪、えー、には、まあ、まずバス以外にです、ね、電車とかもあるんですけども、このやっぱり電車以外でカバーしきれない部分を路線バス、まあ、市民の大事な足ですよね。それを たった半年しかやらないイベントのせいで敗戦になっちゃうと。でこんな理不尽なことあるかっていうふうにこう怒ってるまあこの市長が怒ってるわけなんですよね。うんえー、どういうふうに言ってるかっていうと山本市長は半年間のイベントで市民の足が奪われるのはあまりにも理不尽である。まあそらそうだよね。でもともとあーの鶏飯はね 人手不足や今年4月から始まった運転手の時間外労働規制を上げてこれまで通りのバスの路線が極めて困難になったというふうにこうなったんで,でそれをなんとかね他のところにできないかとかいろいろ打診したんだってだけど全部こいつのせいで無理っていうふうにこう言われたとでこれ皆さんの地元で起きたらどうですか いやもう私は駅を3分のたまに住んでるって関係ないっすわ。おお、なんか今日も庶民がな、バスで通勤してってるなっていう人はまあ置いといてですね。<laughs> まあ、結構やっぱりね、バスお世話になる人多いと思うんですよ。だこれ結構、やっぱそんなことされたら入れてやるかってなるでしょ。うん。で、 もう他にもなんか色まあ京阪バス他にもねいろいろと廃止廃路廃線とかもあるらしいんですけどだからバスがあの路線がなくなるってさいや例えばですよ、まあ、私があのだ大学行ってたあの滋賀県彦根市のさらに北の方にある米原でもなくさらにその北の方にある長浜の更にその奥にある予吾っていうところがあってですね<う>そこの 路線バスが廃止ににななりました。という,ふうになってもですね、まあ、しょうがなないいかなってうう感じですよ。もう雪が2階まで積もるような地域ですからまあそういうようなところでも残った方がいいんだよいいけどなんか田舎のすっごい田舎で無理だよねっていうでも片野市とかってさ別に人口8万人ぐらいいるし隣は枚方と寝屋川でございますからまあ普通に郊外のイメージですよ。 ちょっと田舎の郊外みたいな感じのイメージですよ。にもかかわらず灰色になるあ廃線になるこいつのせいなんですよ。<laughs> いやもうそりゃ人気も落ちるよね。じゃあ万博なんてやめろと。でもそうも言えないんだよ。でかっていうと万博もうお金突っ込んじゃったから。 今更やめることができないと。で、1兆円ぐらいお金使うっていうことになるんでね。で、そうすると、えー、大阪だけで負担するとですね、大阪市は赤ちゃんも含めて1人40万円取られるわけです。嫌ですよね。で、そうすると、維新の会は自民党にすり寄って、日本万博ということにして、皆さん全員から躊躇したいと。そうすると、日本国民1人当たりだいたい1万円躊躇でごまかせる。 ちなみに東京五輪はですね、皆さん気づいたかもしれないけど、あのいろんな名目で4万円チュ,ーチューされております。そうなんですよね。で、うん、そうすると、いろまず万博を無理なスケジュールでやることによって、地元の公共交通機関とか、地元の地域サービスが破綻していって、人気が減りますよね。で、もう一つ、まあ、これはもう本当にリアルな問題として起きるわけなんですよ。で、そして次に、あの、 さっっき言った自民党との癒着これはですねもともと信じられないかもしれませんけど維新の会というのは改革の政党として出てきたはずなんですよ。でそれで人気があったわけなんですよね。うん、でもこれのせいでチュー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 自民党と仲良し小しやってるとですね「なんだよ口先かよ!」っていうふうになって離れていってしまうと、まあ、こういう現状が、まあ、あるわけなんですよね。 私もですね、1月満札を再開して4年間、ようもまあペラ,ペラ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 とアドリブでこんなに維新の悪口を解説できるようになったもんだと感心いたします。本間さん本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう維新の人気のピークは1年前だったと。うん、そうね。うん、まあその通りだと思います。でもね皆さん、ネット界隈でね人気になっている騎士改正の策があるんです。 うん、メタンガスが爆発する万博硫化水素で暗黒祭万博ねでそして晴れた日に昇った大屋根リングは60度以上の灼熱じゃあ曇って雨が降ってきたら落雷の危険性ありそこ <laughs> もうね危険体験型アトラクションじゃないですか本間さんの言う通りうんそこになんか世界初危険体験型アトラクション <laughs> 1個追加されたんです危険が皆さん うん、えそれはですねこれで「命を脅かす休憩所大阪万博頭上に750個の巨石斬新すぎる通路にそう突っ込み予算に4.2億円も意義って何疑問の声多す」これですね「誰も見たことがない施設を作りたい」記事の始まりはこの言葉日経クロステックで取り上げられたのは大阪・関西万博建設 に建設される休憩所2の施工風景とでなんと重さが1個9 0キロから2 5 0ラムの750個の石をケーブルにネックレスのように上空に並べるそこが休憩所であるとつまり9 0キロから2 5 0キロのこの石がブワーって並んでるところにさあ安心してお休みくださいとで それのイメージ図がこれですこれだとまだなんかさ危機感伝わらないでしょ、うん、なので私日経クロステックの記事の元記事をチェックしてまいりましたそれをちょっとお見せしたいと思いますこれです <laughs> なんかこの発泡スチロールみたいなやつ見えるでしょこれでもこれ石なんだよねこれが1個90キロから250キロ ワイヤーでつるすと何ななんんだこれはっていうかちょっとさちょっとこの下に対応するのはやめとこうかなっていう気にさせるよね早く通り過ぎようっていうさ、うん、これはだから休憩もできて通,通路なんだよねここね。 えー、まずき合計90トンもある本物の岩石を使って雨よけにも日よけにもならない休憩所に見える通路何のために作るのかなそれは俺だろうデザイナーの自己満のために作るんだよねまあ一応さこういう何か石に。うん 穴開けて吊るすわけなんだけどワイヤーでねそういうのって当たり前だけどやっぱり法令っていうのがあってこういう重さのこういう大きさの石にぶら下げる場合はその耐久性がどうのこうのっていうのはある当たり前それを満たしているからもちろん作ってはいるんだけどだが石の耐久性っていうのってやっぱりちょっとわかりにくいわけよ 例えば、その石の、石の重みを支える、やっぱり一番大事に、あの一番チェックされるのは、ワイヤーがちゃんと切れないでやれるのかっていうのは、すごいチェックされるんだけど、うん、石に関してはさ、分かんないじゃない、だって、実際問題として。あの、要するに、それが途中で何かの衝撃で割れるとかさ、ひび、うん、が生えるとかね。うんうん まああの,の自然の石ですからねコンクリートで作ってるわけじゃないでコンクリーじゃないからね。うん、このためにコンクリで一から全部設計して作ってるわけではないから、うん、自然の石に穴をうがってそこにこうあれを通した時に本当にひびとか発生しないのかっいうのははっきり言っとようわからん。うん、だから結構これはこれでなかなかちょっ と大丈夫だっていうもちろんね、そういうその設計上のあれはクリアしているんだけれども、なんか落ち着かねえよな、こんな石がさ、上に山のようにあってさ、ん <laughs> なんか心理的に落ち着かないような気がするんだけど、ここを通らないとならない、結構重要なね通路なんだよ、ここ確か。ああ、なるほどね。<laughs> またこんなもん作ってさっていうね。うん、なんかこうよくわからないんだけどそれでもう、うん、真夏真夏っていうかね開催期間はほぼ夏で <laughs> なわけで。うんうん、なのにそれはパビリオンの中に入ってるそれはあのもちろん空が効いてるけれども、うん、問題はその外でものすごいし熱の暑さだ。うん でパビリオンが結局60か国分できるって言ったけど結局40か国下回ることにありそうで、うん、で空いちゃった空間には結局あのー、まあカーペットみたいにさ、うん、い人工芝を引くんだけど人工芝は熱を持つんでめちゃくちゃ熱いっていう。 で下手すると、もう日中でもう40度とか50度ぐらいにはなってしまうっていう、ねうん、で、えー、っと、じゃあ、その、なんとか暑さをさ和らげようと思って、あのー、一度もさ一度3億円で340億円かけた、この、えー、っと、あれ、あれ大屋根リングちゃんも。 大屋根リングちゃんはえっ、ー、と雷警報が発生したら、うん、上も下も人はいられないんだっていうね、うん、ことが分かってでじゃあ俺ほんとさこれ絶対良くないと思うんだけど、うん、いや別に俺あの一気もないから別にあのどうでもいいっちゃうどうでもいいんだけど7500円さ一応入場料まともに払う人もいるわけじゃん。 あのチケット1000円で買うとか100円でもらうとかっていう人大半だと思うけど、うん、基本的にじゃあ例えば7500円自分自腹で払ってその日行く人もいるわけだまあ私<で>7500円で買いましたからねまあ買ったからね、うん、まあそういう人もいるわけじゃんでそのお金を払ってじゃあ大屋根リングに行ってみるかと思って行ってみたら雷警報が発生したんで今日は大屋根リング いけませんと、うん、上にも上れないし下もダメです。うん、で今日一日ダメですって言われたらさ、うん、えっ7五0 0円払って一日時間潰してきたけど応援団リング全く上りも登りもしなけりゃ下も歩いちゃいけないとかって、うん、えそ,そんな話でいいのそれっていうね。な、うんうん、なんかおかおしくないだって うん、ディズニーランドとかさ USJ とかさやっぱり一応あのアトラクションに乗ってみたいとかあのアトラクション行ってみたいとかって言って金払ってチケット買ってくるわけでしょ、うん、だけど行ってみたらあ今日ちょっと雷が落ちるかもしれないんで今日それ中止になっちゃいましたまあねあのああまあ一応 USJ もディズニーも悪天候になると中止になるアトラクションやパレードはありますが。 トトのねうん、うん、やつはね。建物でさ、中心になるってないだろ。まあ <laughs> そうね <laughs>。建物だよ。<laughs> あのあれよ、ほら、なんとかスターパレードとかなんとかしょうがないよな、うん、雨とか降りやんさ。うん、だけど、立ってんだぜ。うん、それで、それで、ちょっと見に行こうかなと思って行ったら、うん、今日見えませんとか。うんうん、それで、だってさ、何日も、うん、あのいや、それはもうね。 もうものすごく好きで万博通い詰めるっていう人もそれはいるかもしれない。でも基本的には1日か2日でしょやっぱりその人は。で行ってみたらさ「いやかみ何が落ちるかもしれないから今日はあのアトラクションはダメです」「爆発するかもしれないからこっちはダメです」「ヒアリが飛んでくるかもしれないからここもダメです」とかってさ言われるようなイベントってそもそも金取っていいのかって思うじゃん 風化がおかしいよねやっぱねまあ全てがおかしい全てがおかしい<つ>そもそもメタンガスが爆発するのも硫化水素でうんこくさいのもなんでかっていうとうゴミの埋め立てて地でやってるからあそうそうそうだからもうそもそものんで言えばなぜそこでやるんだっていうことに全てが行き着くんだよねそうすると、ね、そこは万博で1兆円ぐらい使ってインフラ整備をして<う>半年間で終わった後にカジノを誘致したいんだと。 それがあの本音だってカジノのために税金帳に使いますって言っ怒るでしょだから万博っていう名目をつけたんです<う>これがあの本当の理由で,でそのために地元の路線バスが廃止になったりですねいろんなことなのそれはこるよな万博の悪影響ですよあのー、ほら清水さんに今送ったけどさもうん、バスの運転手の話さ、うん 要するに万博協会がもう全国でさ、うん、バスのこの運転手を募集してるわけよこれね,これね万博を動かす、えー、人超募集熊本から博多まで行ってで多分北海道まで行くんだろうかに行くんじゃない、うん、大都市でこんだけやってもなかなか集まらない、うん、つまりとにかくものすごい勢いでバス運転手をさ とととにかく何とかかくき集めようとしてるら、うん、その割を片持ちとか食ってるわけよ。こういうさ、まあ、一応好条件に見える中国県。まともにはなったのよ。最初はさ時給2000円で2000円あるから集まれって言ってたら1年経っても集まらなかったわけよ。うんうん、それでもまあ時給2000円は変えてはいないけれども、それでも えっと大型二輪免許を取るのはその費用はバス会社が持つとかさでも小さい文字でえー、っと短時間勤務は使用期間中の時給千二百円になりますよって書いてますよ。うん。さあ、あそういう細かいね小賢しいことはいっぱいあるんだけど、うん。まあ、ちなみに求人ボックスのえー、バス運転手休養ナビというのがありましてですね。 えーそれでちょっと見てみるとですねえーこういう感じになってますね。でえー関東のですねあのバスはやっぱ高いんですけどうーん,なんか埼玉県は595万円で高いというふうにこうなってて高知県は安いとかっていうふうになってるんですがそれで行くとこの。 月給30万円以上というこうふわっとした書き方年始なんかこの時給は2000円だけども月給は30万円以上これ一体何時間で働くことになるんだ仮に160時間勤務で、えー、全部が万博ではまあ32万円ですよねだけどなんか求人広告の 規約とととしてもうちちょっゃゃんん細かかく書ななきゃダメなんですよ条件を。ああ<ー>。これだと年収でいくらなのかボーナスはどうやって出るのかなんか分かんないじゃないですか。分かんないね。でしかも半年間の勤務だけでかつ万博終了後も大阪メトロのグループのドライバーとして働きたい場合は活躍できれば用意しますとかって言ってるけどその時の給料もなんかようわからん。正,正社員扱いにするのかしないのかもようわからん。ででそれでいくと まあさっきのは月給30万円以上というふわっとした書き方ですが、年収が360万ぐらいってことですよね。これはどこにも負けてる。これは例えば、えー、っと、関東だと時給、アルバイトだと、えー、っと、大体いい1156円ぐらいで、年収472万円がバス運転手の平均値になるらしいです。でも 時給2,000円だけどもなんで1,000円で負けるかっていうといろんな手当とかがつくからだと思うんですよだからこれ2,000円って言ってる割には他の手当とかいろんなものがつかないから実は条件が悪いいかもしれないですよお<ー>だから集まんないんじゃないのだって本当に好条件なんだったら来るでしょ来るよね来ないんじゃない 実は条件悪うんかもな、うん、まあ全国でもう運転手って奪い合いになってるからさ、うん、まあそういうのから見ると決してよくないのかもしれない、うん、まあなんかこう人いっぱい集まって困ったって言ってるのは例えばこの万博で言えばボランティアねボランティアとか、うん、まあボランティアはタダだけどね、うん、アルバイトをも募集してるんだよ でそっちは時給にやっぱり時給2,000円なんだよね。うん、あとあのバンダイナムコか。うんうん,うんうん。が、確か時給四5 0 0円だった。うん。バスの運転手高いって言った。高い。あと海外パビリオンが。独自に募集するんだよ。うんパビリオン関係ってみんな独自。うん もうそうすると3000円とかあるんだよね時給。うん、いっぱいあるんだけどさ。ただまあそれは本当に万博期間だけだ。ね。うん、あの始まる前に少しもちろん、あの、あのクルベルとかあるんだろうけど、うん、まあそれにしてもだ、あのー、これ大阪メトロで募集したりとか、いろんなことやってるけど、とにかくまだ、 完全に集まったっていう話はどっからも聞かないから、うん、ね。で最初の話に戻るとまあこういうことだけどさこれこのこれこの今さっき見せたこの超募集とかっていうのは <laughs> 超募集って超募集と書いてこれどうせ電通が作ってるんだけど、うん、これあのー、熊本とあれでしょ博多って言って非常九州だけですか、うん なんか新聞のチラシに入ってたらしいんだよね、これね。うん、でだから全国の新聞のチラシとか新聞広告とかを展開してるわけう。うん、当然また広告費が発生していて電通は儲かるっていうね。確かに。まあいつもの流れになってるわけよ。うん、だけど人は集まらなくて、肩の詞は困る。例えば。っていう。 えーっとですね、ちなみにまあ私、あの人材業が長かったので、一応ですね、あの令和4年から、こういう風な法律が施行されてるんですね。改正職業安定法2022、令和4年10月1日から施行、労働者募集のルールが変わります。これはですね、新聞、雑誌、その他観光物、文書の提出、ね、書面、ファックス、ウェブサイト、電子メール、メッセージアプリ、 からもう様々なものに至るまでこの法律守りましょうねというこの職業安定法は改正されたんです求人企業に対して求人情報や自社に関する情報の的確な表示が義務付けられる虚偽の情報を誤解をあの生じさせるような条件はダメですよって書いてあるんですよでそれに基づいてなんかこれ見るとだいぶねなんかちょっと私気になる部分がありますね やはりここの部分。でこのね何が問題かというと例えばこの「誤解を生じさせる表示をしないための注意点」というふうに書いてるじゃないですか。この「業務内容一般事務」っていうふうにこの書いている部分が実はですねこれ、えー、こういうふうに例えば業務内容もねこういうふうに書かれてるんです。 職種や業種について実際の業務と内容と一時しく乖離する名称を用いてはいけませんと例えば営業職中心の業務を事務職と表示してはいけませんまあ、これはよくあるのが、うん、コールセンターでテレアポの業務なのに事務職ですとかって、うん、こう言って嘘ついたりとかまあでもその観点から見るとバスの運転手いやまあでもちょっとこれもなんか若干変やな 万博開催期間中のドライバーとして活躍したいだからここは職種は正しくはバス運転手っていう風に書かなきゃダメなんですよ。これもちょっと変。でやっぱりね、給料のドーバー。ドライバーがダメなの、うん。やっぱあのだって分かりにくいから、バス運転手。でしかもいろんな条件あるじゃないですか。大型とか、なんとかとか。そういう風にきちんと書かないとダメですね。 でさらに、この厚生労働省が出している賃金月給20万円、ただし使用期間中は19万円、これもですね、曖昧ではだめなんですよね。えー、これ、どういうふうにあの書かなければだめかというと、ですね、えー、ここに拡大すると、こういうふうに書いてあります。固定残業代を採用する際に基礎となる労働時間等を明記せず、基本給を含めて生じしてはならないと。 例えば、基本給は25万円、固定残業代は7万円付きます。時間外労働の有無に関わらず、15時間分は支給されます。15時間分の時間外労働についての割増賃金は追加で支給いたします。これはあの非常にわかりやすいですよね。だから、あの月給32万円って丸っと書いちゃダメなんですよ。ちゃんと基本給がいくらで、固定残業代がいくらで、合計でこうなる。 まあ他にも手当とか、うん、あの明示する場合はなんょ、うん、もうちょっと細かくで、モデル収入例を必ず支払われる基本給のように生じてはいけませんとか、まあ、いろいろあるんですけど、その観点から見るとですね、フルタイム勤務は基本給プラス万博特別手当月額固定イコール30万円以上っていうのはですね、まずフルタイム勤務の基本給は、何時間勤務して基本給がいくらで。 万博特別手当という謎のやつはそもそもこれはいくらで,で合わせて何いくら以上なんだとこれが分かんないですよね、うん、でさらに免許取得に関して大型第二種免許の取得費用を負担ちっちゃい文字で諸条件あり待遇家賃無料の社宅をご用意ちっちゃい文字で入居条件ありこれはね あのえっと町のやおやさんとか喫茶店が自分の店あの窓にベタって貼っとくものだったらいいよ。だけど国の税金一兆円近く使って集めるわけですよね。ダメなんじゃないこれ。いいね。どっかでそれは話で刺、ね、刺されてないのか。これ <coughs> 少なくともこの給料の書き方は。 労働改正労働基準法的に、まあ、職改正職業安定法的に、ダメなんじゃないこんなの、ちなみに、常識だと思う。うん、でもね、皆さん思い出してください。2024年4月からね、残業,残業規制というのが発生して、残業させすぎちゃいけません。と言っていましたけど、万博を担当する維新のね、方々はですね、 万博のためなら残業規制はないここでは24時間使い働き放題とするっていうふうにできないよっていうふうに言って次の日に厚生労働大臣に却下をされているというですね <laughs> 当たり前だよって。っていうかこの求人広告は大阪メトロが公式に本当に出しているのであれば するよダメですよこれ名古屋とか広島でも目撃情報が寄せられてるよあのー、2022年4月には10月1日から労働者の募集のルールが変わりましてあの給料とか条件は誤解がないよう詳細に書かないとダウンす万博はねいいの違い保権 すいませんね。ちょっとあの、こ,こういう細かいところ、あの私、90歳で運営してたりするんで <laughs> すげえ気になるんですけど、これ、税金超兆使うイベントの割に、ざるすぎる。あのせめて、厚生労働省の改正職業安定法2022、えー、10月1日、労働者の募集のルールが変わります。これを読んだ上で、作り直さないとダメ、だめ。なるほどな、ね。はい。 でもし電通がこれチラシ作ったんだったら仕事ざるすぎないかと思うんですけどいや普通でもまあもちろん電通が作って、うん、東京メトロの担当者が見て OK 出してるからねつまり責任は大阪メトロにあるああ大阪メトロの担当者が OK 出してるわけですねもちろんうん 大阪メトロの広報担当者が窓口だったとしても、うん、大阪メトロは大阪メトロで呆然ながら人事局とかにも見せてるはず、うん、でこれぐらいのやり方書き方だったらまあグレーだけど OK って言って出してるはずいやダメダメダメ特に給与の条件は 基本給が何時間働いていくらでおそらく万博特別手当てっていうのは固定残業代のことだと思うんですけどもそれは何時間でいくらで合計何万円だからあんなふわっとした書き方で30万円ってねそんなんねいやブラック企業が募集する際の文言ンンですこれはまあブラックだろうしまあブラックだろうしな ああまあ、というわけで、えー、ちょっとね、あのー、細かいところを突っ込んでしまいましたけどダメですすすよここういういいのささがにれれ直ると思いますでもし大阪メトロの担当者と電通が気,に気づかずにやっているんだとしたらこれは相当内部はこの人手不足問題ですっちゃかめっちゃかになってて。 もう何でもいいから集めちまえというくらい混乱してるんだなと思いましたね。まあそんなわけでこと、ねんうん。まあそういうふうに私はあの感じましたけど、混乱してようがなんだろうが、あの今言った項目はですね、自社のホームページに書く場合でもしっかり書きましょうねっていうぐらい厳しいものですから、ちゃんとやっといた方がいいと思いますよ。なわけで、今日もしゃチャンネル登録といいねよろしく。じゃに。ー。どうもーあ。そうそう,そう。 あれ新刊買い方 YouTube 説明欄に書いてありますそろそろ値上げするよということでよろしくねはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですねで本も広告がされません皆様のカンパがないと続けていくことができません今日も読書と本間さんと言いたいのでぜひ本間さんの本を買ったりカンパよろしくお願いします現金も クレジットカードもどっちも対応します。よろしく今日もダクションそれでは